カシグロアビは、アビメアビカに分類される鳥類の一種である。北アメリカ大陸北部とグリーンランド沿岸で繁殖し、冬季は北アメリカ沿岸、アリューシャン列島とアイスランド、イギリス、スカンジナビア半島沿岸に渡り越冬する。日本では、名庁として、岩手県と青森県で観察記録がある。ゲイビア今は黄色、繁殖地、大々色、越冬地、緑色、 流暢体長約80センチメートル。体色は、ロ白ビとよく似ているが、くちばしの色の違いで区別できる。成長夏輪は,は、頭部から首にかけては、光沢のある黒色で、喉と側首に白と黒の縦縞模様がある。体の上面は黒く白斑が点在し、体の下面は白い。くちばしの色は黒く、まっすぐ伸びている。成長冬和は,は、 体の上面がやや灰色みを帯びた黒色で、体の下面は白い。幼鳥は、体の上面が灰色みを帯びた褐色で、体の下面は褐色がかった白色である。私有同色である。批判食器は海上に生息する。川や湖の岸辺の地上に少しくぼみを、作り植物を敷いて栄草する。一腹二から三個の卵を産む。 放卵期間は約29日で私有共同で放乱する。ハシグロアビはカナダと古代湖地域の象徴の一つとみなされている。ミネソタ州とオンタリオ州の州取りである。また、カナダの1ドル硬貨にある絵柄である。その硬貨はハシグロアビにちなんでルーニーと呼ばれている。初の県名著大図鑑、バーダー25巻10号分1総合出版2011年 21ページ、ありがとうございます。